して買いまして、はい、ご覧いただきましてありがとうございます。桃太郎でございます。本日はこの清和さんの、アースプレートを購入いたしましたので、その取り付けまでの動画となります。よろしければお付き合いください。桃太郎は帯電体質なんでしょうかね。これからの時期静電気がバッチバチバッチバチきますので、とてもとても恐ろしいのでございます。で、先日アップいたしました NBOX の純正タイヤのエコピアの導電スリットに関する動画の、コメントで、まあ、いつも、見ていただいてお世話になっております島五郎さんが、こちらですね、こちらの本田純正の静電気除去プレートはつけてないの?というコメントをいただきました。あ、こんな便利なものがあるのかと今まで全く知りませんでした。ただですね、ケチケチ桃太郎としてはお値段がちょっとお高いと。それと、場所がですね、設置場所が普段触るとこからちょっと離れているので忘れてしまいそうな気がしました。でもって、ネットで探してみたら、この清和さんのアースプレートを見つけた次第でございます。こちらのアースプレートはアースをドアのネジにとって、プレート自体をつける場所は自由度がありますと。インナードアハンドルの近いところでつけられるんで、まあいいかなと。ただ後でちょっと苦しむことになるのですが、プレートからアースまでの配線の処理が厄介でございます。まあ何はともあれ、とりあえずつけてまいりましょうかね。もよろしくお願いいたします。それでは取り付けてまいりますよ。まあこれどこにつけるかでも結構難しいんですけど、まあいろいろ考えてですね、結局私はこの今脱脂してるところです、ここにつけることにいたしました。本当はですね、ドア側のここにつけたかったんですけど、ちょっと幅が合わなかったですね。なので、ここですね、ここにつけようと思います。で、まあ両面テープで貼り付けるだけなので何も難しくはありません。ただですね、まあ、ここにした理由も配線の取り回しもあるので、ま、もうちょっと上の窓の近くっていう手もあるんですけど、それはそれでまだちょっと何ですか、手を置きづらいとこですしね。ここだったらまあちょっと手触れるのやりやすいと思うんですよ。運転中からも触れてられますしね。なんでここにしました。で、配線をですね、ここですね、ここの方に通そうと思って計画をしました。ただその通すイメージはできてたんですけど、実際どうやって通すんだろうっていうのはあんまり考えてなかったんですよ。なんかテープで貼るにもですね、線も細いですし、結構目立ちますよね。汚らしいですしね、両面テープも使えないですしね。ということで、後々ちょっと、失敗というか、まあ、方向転換をするんですけど、で、まあ、このドア側を通そうと思っているので、今無理やりこう配線をこうちょっと中に入れてですね、両面テープの中に入れてこのドア側に出してますよね。で、まあ、今はちょっと倍速でお送りしますけど、あとはですね、ここからその今度はアース側の端子がありますので、それを今度はドア側のネジ、この丸いやつですね、で裏側がこの配線につながった金属になってて、この金属を
ドア側のネジに当てると。で当てるって言ってもただ単にもう両面テープで押し付けるだけなんで、脱脂をしてこのネジの上から貼り付けるというわけでございます。特に何も難しいことはございません。で次にやることといったら、今度ですねこの、配線の余分な部分が出てきますのでそれをどこで収納するかという問題が出ますがそこは考えてくれていてですね、今度は収納用の巻き取り用の金具をこの横というか上ですね上につけるのがいいと思いますけどつけていきます。これも両面テープで貼り付けるだけでございます。この辺性格が出るんですけど、なんかどう大して差もないのになんかちょっとずつなんかね気になってるんですよ。どこに貼ったらいいか体勢に全く影響ないんですけどね、この辺が性格が出ますよね。こんな感じで貼るだけですね。であとは余分なやつを巻いていけばいいと。でこれちょっと先に一回やってるんですけど、ちゃんと配線通してというかその道を作ってから最後に巻き上げたらいいと思います。最初にやってても結局長さ足りなかったり短かったりするんで後でやった方がいいですよ。さてさてそれでここで問題が発生というかですね、最初はいこの黄色い方ですね、黄色い方を通そうと思ってたんですよ。だけどこれ隠すのをどうして隠していいのかわからないくなってしまったんですよね。で引っ張ったってこんなところ固定できませんしね。で急遽ですね、急遽というかこの白い方に変えました、はい、でこういう風に入れていくんですけど、ここまではね手で引っ張りながらできたんですよ。であとは詰めていこうと思って爪楊枝でやってるんですけどね、ダメです。爪楊枝では全然入りません。で爪楊枝無理だったんでね、マイナスドライバーの先に養生テープ貼って傷つかないようにで押し込んだんですよ。だけどこれまた取るの忘れてて最後のとこだけなんですね。でこの養生テープはですね気づいたらこう破れてドライバーの先出てしまうことがあるんで気をつけてくださいね。よく見ながらで最後ここもですね、なんか付属のテープついてたんですけどなんかちっちゃいんですよ。なので、ちょっととりあえずですけど家にあったこの荷造り用の透明なテープこれでとりあえず貼っておきました。またもうちょっと綺麗にはしたいと思います。あと最後に、この巻いた後のカバーですね、これをつけて終わりでございます。これで静電気どれぐらい抑えられてどれだけ快適になったかですね、この冬ちょっと使ってみてどうかということはまた改めてご報告をさせていただきたいと思います。でちょっとねこっちの実際のプレートの側もねここがちょっと気になってて、これどういう風にしようかなと今悩んでいるところでございます。本日の動画は以上となっております。ご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。ではまた。